ヒラリー・ジェームズ・ウェッジ・ウッド・ベンは、イギリス労働党の政治家。ゴードン・ブラウン政権で、環境、食料、農村大臣を務めた。イギリスでは有名な政治家、ドニー・ベンの次男にあたり、彼と区別するために、ショー・ベンと呼ばれることもある。1953年、ロンドンのハマース・ミスで生まれる。ヒラリーは、父・トニーと、母・キャロラインの次男で、 ベン家の政治家としては4世にあたる。父、トニー・イベンは、閣僚経験もある労働党左派の政治家として有名であり、母キャロラインは教育者であった。ナーロン・プレイス・スクール、ウェストミンスター・アンダースクール、ホラント・パーク・スクールに通った後、サセックス大学に進学。ここで、ソレニア東欧に関する研究を行った。 在学中の1973年に、ロザリンド・ルーティと結婚するが、彼女は1979年、26歳にして、ガンで亡くなってしまう。その後、1982年には、サリー・クリスティーナ・クラークと再婚している。卒業後、労働組合アストムズのリサーチャーとなり、MSF の制作担当者も務めていた。 1979年、イーリングロンドン特別区の区議会議員に選ばれ、1986年から1990年までは副代表を務めた。1983年、1987年の総選挙の際には、労働党の庶民院議員候補としてイーリング、北選挙区から出馬しているが、どちらも保守党の候補ハリーグリーンウェイの前に敗北を喫する。 労働党が与党となった1997年、教育、雇用大臣となった、デイビッド・ブランケットの政策アドバイザーとなる。1999年に、リーズ中央選挙区選出の現職議員が死亡すると、ベンはすぐ予備選挙の候補者に選出された。彼は、この選挙でようやく初の当選を果たすが、得票差は、わずか約2000秒という、危うい勝利でもあった。 また、彼は、この選挙区の事務所を、労働党の欧州議会議員、リチャード・コーベットと共同で使用している。2001年の総選挙後、国際開発大臣のクレア・ショートの下で、政務次官に任命される。2002年、内務省で、囚人、保護観察者を担当する、閣外大臣に移動。2003年5月には、再び閣外大臣として、 国際開発省の担当となる。10月に、同省大臣のバレリー・アモスが数密委員議長に就任すると、彼はそのまま国際開発大臣に昇進した。トニー・ブレアロー党政権においてその働きが認められ、徐々に政府、党内においてその存在感を発揮する様になる。次第に、次期副党首の有力候補として、ベンの名も上がり始め、 ユ雅ガ部社が行った、労働党党員間の事前調査では、次期副党首にふさわしい人物として教育省、アラン・ジョンソン18%、環境省デイビッド・ミリバンド17%、法務次官、ハリエット・ハーマン10%、党幹事長、ヘーゼル・ブリアーズ7%を抑え、27%が、ベインの名を挙げて、トップとなった。しかし、 ジョン・プレスコットの辞任に伴い行われた実際の副党首選挙ではノミネートに必要な45名以上の推薦人の獲得に苦戦し当選は果たせなかった。外して一般党員からの得票は多く獲得したものの6人中4位の結果に終わり新副党首にはハリエット・ハーマンが就任する。なお父親のトニーベンも1981年の 副党首選挙に出馬した経験があり、僅差で敗れている。2007年6月28日に、ブラウン内閣が発足すると、ベンは新たに、環境、食料、農村大臣に就任した。3度の内閣改造でいずれも留任し、ゴードン・ブラウン首相の辞任まで務めた。オックスフォード大学にて、父親がイギリスでは、非常に有名な政治家であるため、 必然的に親子で比較されることが多い。ヒラリーは父親と話し方や立ち振る舞いが非常に似ていることで知られ、父親同様に禁酒主義者、菜食主義者でもある。ヒラリーは父親がそうなる以前からの菜食主義者で、父トニーがベジタリアンとなったのはヒラリーの影響である。一方、 党内急審査派として名を馳せた父とは違い、政策的には中道でニューレーバーの信望者でもある。彼自身は自分のことを弁世ではあるが弁派ではないと説明している。弁家はヒラリーを含め過去4代にわたり政治家を輩出し続けてきた名門で、彼の名にあたるエミリー・ベンはわずか17歳にして、 直送選挙の労働党候補として認定されたことで、世間の注目を集めた。2010年6月までに予定されている直送選挙で当選を果たせば、彼女は最年少議員記録を更新することになる。マイケル、ジェームズ、ジョナサン、キャロラインの4人の子供がおり、一家で地数ッ区に住居を構えている。ありがとうございます。